3食材で簡単クッキング、藤沢ご飯。皆さんこんにちは、渡辺聡子です。下村海花です。今回のレシピは下村くんが考えてくれました。どんなメニューですか？はい、今回は山寄りポークの塩昆布炊き込みご飯です。炊き込みご飯の中に豚肉を入れるのも塩昆布を入れるのも珍しいですよね。そうですね、塩昆布を入れることによって味付けも簡単になりますし、山寄りポークは油の甘さと、あと風味の豊かさが特徴なので、それをお米に染み込ませようと思ってます。豚は好きですか？大好きです。3月の食材は藤沢さんの山寄りポークを使います。生産者はご覧の方々です。今回は山寄りポークの炊き込みご飯です。材料4人分はご覧の通りとなります。さあ、まずは具材を切っていくんですが、はい、今回は切って、そうですね、炊飯器に入れてもうスイッチを押すだけです。ね、簡単ですよね。めちゃめちゃ簡単ですね。人参と大葉は千切りにします。お肉はどれぐらいの大きさがいいですか？肉は2センチ幅に。2センチ幅、お願いします。はい、お肉も下味しなくていいんですもんね。そうですね、やっぱり塩昆布が結構しっかり味付けしてくれるので、下味は全然しなくて大丈夫です。しめじは石突きを取って小房に分けておきます。さあ、それでは具材を炊飯器に入れていきます。はい、はい、手順としてはまずお米を入れていきます。お米ですね。はい、続いて調味料。はい、調味料を先に入れていきます。はい、白だしとみりんですね。はい、白だしは風味付けのために、みりんはおこげをつけやすくするために入れていきます。はい、そしてお水。お水をですね、はい、白米の3合のラインで。はい、大丈夫です。いいですか？はい、そしたらここに塩昆布を入れていきます。塩昆布、はい、入れます。で、塩昆布を入れたらさっくりと全体になじませるように混ぜてください。はい、続いて豚バラ肉を入れてください。はい、はい、そしたら上にかぶせるように人参としめじを入れていきます。これであとはもう炊飯器で炊くだけですね。そうですね、うん、はい、でこの山寄りポークはですね、はい、普通の豚よりも大麦を多く配合した飼料で育てられていまして、それによって豊かな風味と油の旨味をもたらしてます。それであと脂肪の融点が低くて、はい、さっぱりと感じられる油の旨味になってます。じゃあもう飼料からもこだわって作られてるんですね。はい、そうみたいですね。ご飯が炊けました。塩昆布ですか？すごいいい香りですね。そうですね、はい、磯の香りがしますね。はい、最後に大葉をお好みで乗せてください。はい、これで山寄りポークの塩昆布炊き込みご飯の完成です。冷めても美味しいのでお弁当にもどうぞ。あっという間に出来上がる炊き込みご飯、お試しください。